彩りがすげえ綺麗。映えそうじゃん。いろいろ技いっぱいぐわーってやるけど、最後やっぱ着地そばで終わる。アルピーチャンネル。どうも、アルピーチャンネルです。お願いします。今回も、立ち食いそば。立ち食いそば。はい。半蔵門。はい。駅すぐ。今でこそ楽しいですけども、タンドリの緊張感の漂う街ですよ。日曜マジで人いないですからね、ここね。いない。本当にない。夜ゴーストタウンになってんだよ。それがね、寂しい思いして帰ったりすることあんのよ。そうね、辛い思いして帰ったよ。こちらのそばんささん、かっこいいね、新しいお店。知らなかったの。知らなかったっすね。あそこ曲がって向こうスタジオ行っちゃうからね。こっちまで来ないですね。来ないんだよね。こっちまで来ないから。そうなのよ。綺麗。いらっしゃいませ。お願いします。すいません、よろしくお願いします。あ、やり手な感じの、ね、あ、おしゃれだし。うわ、すげえ。おすすめはこの辺なんです、ね、あ、バジル、バジルレンスかスタミナ牛すじ。どっち食べたい？バラバラにしよう。スタミナ冷や混ぜそば一番食いたいけどね。俺、じゃあ俺これ言ったら平子さんバジルってこと。はい。俺スタミナも良かった。ちょっと待って、俺じゃあバジル、俺バジル食べます。俺バジル、じゃあ混ぜそば食ってみよう。いや、このおつまみのこのすげえな、豊富なハイボールも。これ安くないですか。白ウズボールですよこれ。いや、牛すじご飯だって。牛すじご飯を食べちゃっていいかな。いいですよ、全然。行きますよ。え、ノールック？やば。ノールックなの？ウォーター。こういうか。これ仙台とかなのかな？そば寿司の仙台こんなんじゃないんじゃないか。日本人じゃない、さすがに。仙台のほら概念を変えた。仙台の。めっちゃロックだな。そばもっと自由なんじゃないか。すいません、お待たせ。はい、あ、これ、あ、なるほど、なるほど、なるほど。はい、はい、はい。ゆっくりどうぞ。すげえ。すげえ。見て、ほら、一回撮って。めっちゃ綺麗。うわー。彩りがすげえ綺麗。映えそばじゃん。はい、うん。綺麗だな。どう行くの、これ。ぐちゃぐちゃだよね。きっとね、混ぜそばだから。かなと。どうすればいいんだろう。いきます。いただきます。うん、うまい。うん、うまい。しっかりしたそば。マジうまい、バジル。うん、みんなこれ。そばでバジルっていうとね、印象ね、うん、バジルやっといてちょっと変則的な感じ、うん、出しとけばいいじゃんみたいな印象とかさ、うん、ちょっとあるじゃん。バジルで食う意味がある。バジル、うん、異常に ここでうまかったのもう。全部バジルじゃなくて、うん、何なんだろう。つゆがちゃんとあるんですね。うん、つゆうまい。何なのこれ。これだしよ、何なんですか。カツオ。あ、そうですね、カツオですね。はい、当店ならではのアレンジをたくさんとちょっと加えさせていただいてるっていう感じで。これおそば結構しっかりしてますけど、なんか腰のある、うん、まあ、平打ちというか、まあ、ちょっと幅広の麺にさせていただいてます。へぇ、これやばいね、うん、これ卵を軽く火通してるのは理由あるんですか。麺とのマッチングがあんまり良くないので、その麺と絡みよく、あ、スープに入れてもスープに溶けるような感じになるように、うん、一応、はい、その片さんの卵を、うん、どういうの、何入ってるんですか。知らねえ。鼻とね、かつお節とね、あとかつお節の、かつおの佃煮みたいなやつと。混ぜそばの特徴は何ですかこれ。混ぜそばは、はい、ラーメンの混ぜそばだと結構ガツンとこうパンチあって、うん、ちょっとまあ重い感じもあると思うんですけど、あくまでこうおそばなので、こう着信をこうあっさりと召し上がっていただけるっていうところにまだこだわっております。
いろいろ技いっぱいぐわーってやるけど、最後やっぱ着地そばで終わるもん。おお、うん、バジル主張ちゃんとあるけど最後そばに敬語使うもんねこれいいな、うまい。これ夜はちょっと飲めたりするんですか、ハイボールとか。夜はあの、はい、お酒もお酒だけでも全然OK な感じなので、お酒とつまみだけ召し上がって帰られる方もいたりします。夜は限定で締めそばといって、あの5、6割ぐらいの量のおそばを召し上がって、その後にちょっと召し上がっていただくっていうようなところで、はい、江戸時代の半蔵門の楽しみ方半蔵門の語源あのお好みでその卓上の辛みも途中で入れていただくと、うん、はい、結構辛いんで少しずつ入れていただいて、うん、はい、うまっ、これうまいわ、マジうまいうん、全然違う、何だこれ、うん、レモンとバジルの相性がこんないいのか、味変に。でもそばだけでもちゃんとボリュームありますね。そばだけでもそうですね、ゆで粉で 360g ぐらい、360g、 うわ、通常のおそば屋さんの倍量ぐらい、そんな感じない、うん、奥さんか。あ、そうです、あの妻です、はい、こういうやっぱバジルとかこういったのは奥様のアイディアも、試作段階から一緒にアイディアをこう出し合いながら、女性ならではの視点で、一応また立ち食いそばだけどっていうところでいろいろアドバイスを、はい、はい、もらいながら。日曜日やってます？日曜日はお休みなんですよ。あ、やっぱり人いないですもんね。そうなんですよ、なんで日曜日だけ半蔵門来ることよくあるんですよ。そうなんですか終わりでこことかね、うん、アシスタントの落ち合いとかさ、草薙とかでさダメだったなあの時どうすればよかったですかいいんだよ、任しとけばえ、もう食いました、食べた、すごい、めちゃくちゃうまいマジでうまい、唯一無二だな、この味ないっすね、ね、他ね、増えそう。でもなんかこう、そば、うさ系、うん、港屋系って今もう結構あるからさ、ね、あ、そうですね、ベースは本当もう僕も最初、港屋さん食べて結構衝撃受けて、うん、でそれでやっぱやろうっていうきっかけになった、はい、立ち食いで、やっぱこういうかなりふわっとした麺で、なるほど、全く同じものではなくて、そういうインスピレーションからこう新しいものを作ろうと思っても、アイデアとしてはいただいて、味は新しく自分で作ろうと始めた。うん、そっちに行っちゃいがちだけど、ここまでオリジナルで落とし込めんのはすごいよね、うん、俺誰かのネタ面白いと思ったら書いたら全部そっちに行っちゃうもんね普通そうなるよ。前回行ってんすよ、港屋、うん、ベンツの、うん、はい、違いが分かるもんね、うん、僕ね、より俺らの見てくれてるやつなんて食ったことないと思うわ、うん、確かに姿を隠すように駅前でこそこそ食べてすぐ帰るような俺らもそうだったけどさ、ずっとラジオ聞いてんの、そうサンドリー聖地巡礼ルート、うん、それはこう一回食べといた方がいい、ね、いや、ほんとだわ、これはうまい、うん、居心地良すぎて、あんま、うん、ちょっと痛い感じもそう、ね、なんだろう ね、 いつもだといつもすぐ終わりたくない普通にゆっくりしてきてもう自由度の高い理由として一つここはもうこんなんあれ僕漫画持ってるうまいめっちゃいいぞこれチャンネル登録よろしくね。